ひろみさん、ありがとう。最近まつりちゃん、ツイッターのスペースとツイキャス両方使ってますが、その2つってなんか違うんですか？スペースはアーカイブないから見れてないことが多くて。あ、まつりね、スペースでちょろっと話したんだけど、あの YouTube もツイキャスもあの収益化をしてるんですよ。で、普段やっぱりまつりちゃんね、スパチャとか投げてますよっていう人、毎回投げてますっていう人は、なんか投げなきゃっていう義務感に追われてほしくないのね、まつりは。それ嬉しいよ、投げてくれたら嬉しいし、まあそれでまつりのご飯はちょっとバージョンアップするんですけど、でもやっぱ無理して投げるもんじゃないし、なんか投げないと不安になっちゃうみたいな人をね、見たことがあるわけよ。うん、自分のリスナーさんしかり、他のリスナーさんしかり。で、なんかお金に余裕ないから投げれないから配信見るのちょっとなって思う人がいるのも知ってるわけよ。で、そう思ってほしくないから、ちょっとアーカイブは残らないけど、そういうちょっとお金のことを心配しなくても誰でも気楽にウェイって見れる場所が欲しいなと思って、まあ、そこの天秤にかけた時にって感じかな。だからまあスペースを絶対ずっと使いますとか、ツイキャスずっと使いますとかはないんだけど、ちょいちょいね、分けつつやっていこうかなと思ってますので、まあ、なんか全部見たいっていう方には申し訳ないんですけども、ちょっとたまにスペースを使うことがあります。はいなんかめっちゃ気楽に喋るんで、そんな感じですね。あとスペースは結構お悩み相談とかも受けてます。なんか流れになるだけなんですけども、はい。なのでね、なんか悩みがある方はね、ぜひまつりがスペースやってる時にぶちまけに来てください。はい、優しい理由だった。まあそう、なんか気楽に見れるし、なんかスーパーチャ投げなきゃって思ってほしくないっていうのが一番です。まあ楽なのもあるしね。うん、ということで、ありがとうございます、質問してくれてね。私たちのアイドルの姿、ぜひ見てくださいね。以上、白髪ふぶきでした。3000回愛してるぞー。